本日のストアワセ銘氏はエンジン用路材クラッチ板用摩擦剤原子分離膜支持対応不織布鉛蓄電池用セパレータ原子などの製造販売をしている会社です急騰した理由は汚水処理に用いる分離膜ユニットの新製品を開発したと報道されたからですホープは自治体有料広告新電力サービス 自治体職員向けメディアなどの運営などをしている会社です急騰した理由は21年9月21日に発行した新株予約権のうち発行総数の17.60%が権利行使されたと発表したからです毎日ストップ高した株の解説をしています今後も継続してほしいまた見たいなどあればぜひチャンネル登録高評価コメントをお願いします